しました。皆さんも人に優しく良い言葉をかけてあげましょう。毎日よく頑張ってるね。誰でも褒められると頑張ろうと思います。先生も何度も同じ練習を重ねています。少しずつ練習すれば必ず上達します。良い言葉を自分にも相手にもかけてあげましょう。自信を持つ、持たせる、これがピアノレッスンの秘訣です。それでは明日からまた良い子の皆さんも先生に聞いてもらう、できると嬉しいご褒美が待っております。それではバイバイ。